ていただきたいと思います。1年ほど経っていろいろ言いたいこともたくさんあるんですけれども、このような次のようなことを言わせていただきたいと思います。私は昨年4月に福島にクリアードからの2つの機器、2つのプロフェッショナル機器、それから10のポータブル外貨カウンターを持って出ました。その際には非常に入手するのが難しくって、インターネットオークションでその値段が10倍から30倍になっていました。福島で測定を始めた時にはまるで戦時中のようでした。人々がそのような被爆などに関しての話をしたくないと考えていたわけです。それはメディアや当局だけではなくて、家族やコミュニティからもそのような沈黙の圧力がかけられていたわけです。空気中の線量を福島のお父さんとお母さんと一緒に測定し始めました。こちらの方は活動家ではなくて普通の人々です。自分自身がどういう状況に置かれているのか知りたいという人たちです。これはちょっと皆さん変に思われるかもしれませんけれども、その際には、測定し状況を知ろうとするのは社会的な反抗のようなものであったわけです。私はポータブルカウンターをその人たちに渡しました。それでどのように使ったらいいか指示しました。でそのような結果をインターネットサイトにアップロードするようにしました。我々が用意した、サイトです。でそれが他の人たちのに有用な情報となるというふうに伝えました。そして、自分たちが他の人のために自分の家の放射能のレベルを知りたいという人たちを助けるように指示ました。そのような若いお父さんお母さんたちはもう 大量に昨年から今年にかけて、避難をしました。3月には私の2人の同僚が福島から引っ越しました。1人は北海道、1人は兵庫に引っ越しました。でこのようなプロフェッショナルな機器 を使って、公園、託児所、学校などを測定することができました。で、測定するときにもっとたくさんの人に来てもらうことによって、両親や学校の人たちを集めることができました。その時に学校や先生たちに言われていたのは、県の指針として現地で生産して現地で消費しようということだったわけなんです。その当時はそれで良かったんですが、今となってはそれが良くないということになっているわけです。ですからこちらの測定所を作って食料の測定をするということが必要性として見極められたので、そういうことをすることにしました。5月の初めにクリラードというのは2人の研究員を送りました。でそこでフードスクリーニングデバイスを持ってくってくれと要請しました。これがそのクリラードとの共同研究の写真です。我々は石岡、茨城、それから日立、北茨城、それから福島にだんだんと移っていきました。これは学校です。福島の学校です。こちらで土壌を測定しました。昨年の6月にはまだ1キロ当たり1000ベクレルほどが要素101が見つかったわけです。で事故の直後はですね、1平方メートル当たり300万ベクレルでありました。それから飯舘村にも行きました。こちらの方は避難して地域でした。そこで畜産農家の人に会いました。でそこでの空気線量が1時間12から15マイクロシーベルトで、彼自身がドシメーターを持っていたんですけれども、4月から5月の中旬1ヶ月半までにすでに5ミリシーベルトに達していたわけです。これが彼の家です。彼の家では1時間 2.4 ミリシーベルト、マイクロシーベルトなわけです。で、
福島市で、こちらの食品の測定を行いました。でイベントが始まる前にすでにたくさんの人が行列を作りました。それで、30品だけしか測定ができなかったわけです。これがそのイベントの前の準備の様子です。ブルノさんとクリスチャンがクリラ島からこのように生きていたわけです。でこの研究の後で福島に6月の初頭に戻りました。これはまだこのイベントの写真です。で6月に私は福島にまた戻ってきて測定所を設置しました。でクリラッドからのたくさんのそれから小出教授などの教授を得ることによって福島県で9つの測定所、そして東京で1つこちらの方を2011年の末までに福島の活動を支援するために設置することができたわけです。こちらは農家の協会ですね。これは福島の高校生です。でこれが彼らが作った地図であります。これが9つの測定場で1つ東京にあるというそういう図であります。で今現在の CRMS の状況をご覧いただきたいと思います。このような探知機があります。でそこで食料の水などを測定できることができます。でホールボディカウンターもこのようにそちらの測定所に設置しております。最後になりますけれども、いくつかの数値をご紹介したいと思います。今現在の状況がどうなっているか、テプコの発表によると2011年の6月6日なんですけれども、77万のテラベクレルが流出したということなんですけれども、今年の2月2日には48万テラベクレルと言ってるんですね。だから過小評価をしているかどうかというのはよくわからないんです。で、今これが現在の状況です。1月の9日にはテプコによると7200万ベクレル、 1時間7200万ベクレルがまだ流出しているというか発しているということなんです。で2月の27日には1時間に1000ベクレルが発生していると言われています。だからといってこちらの方を確認する手段がないわけです。ですので、引き続き調査を行うことが必要です。でこのようなチェルノブイリと福島の大きな違いというのが、まだこれが、覆われてないと、まだ、オープンだということなの で、スポンタネアスなですね、瞬時的な反応が起こってるわけです。ですからテプコだけがテプコだけがそれを把握しているということで、事故はまだ終わってないんです。でまだ地震が起こっています。ですのでこの第4奥屋のことを非常に心配しております。これが倒壊するのではないか、倒壊した際にはですねどうなってしまうことでしょうか。これはモニタリングポストが再現された後ですね。でこちらの方インターネットサイトにアップロードされたものです。このモニタリングのポストに関しては当局からが最初、当局は最初津波に流されたと言ったんですね。で実はこのようにあります。でこのような津波の後でジャムステックやその他の機関の研究所の研究者がシミュレーションを作ろうとしています。
この拡散のシミュレーションで、要素の101がいわき市を通過したと言われています。いわき市というのは低線量地域と言われているんですけれども、3月の15日16日にはたくさんの要素101がそこを通過したということが言われてますので、こちらの方は引き続き調査が必要です。そしてこちらの方を確認する、公表される東京から公表される数値とですね、クロスチェックをする何かの手段を見つけなければなりません。CMRS というのが測定所です。ですのでもちろん測定しますけれども、それだけではなくて全体的な放射線防護グループとなっています。でこちらのチーフコミッショナーの丸森愛也さんが健康それからペオプログラムを担当しています。彼女が我々の保健それからケアプロジェクトに関してお話をされます。そしてまた保健の意味で福祉島でどのようなことが行われているかという話をこれからしていただける予定になっております。丸森さん、もうすでに今日の朝少し発言されましたけども、これから正式な発言をして発表していただきたいと思います。マイクが入ってますでしょうか。丸森様、マイク。Le responsable de la sono, s'il vous plaît. It's okay. Informed the list.そうですね、このリスクというのは情報は出ていません。でたくさんの用事が最初から多くのリスクにされています。また全く健康にこのような低線量ではないと、そして避難する必要はないと言われています。そして子どもたちは防護を手立てなくそのような汚染地域に住むことを余儀なくされているわけです。そして、放射能恐怖症と言われていますけれども、こちらの方はこちらもちろん人々は恐怖それから心配をしているわけです。福島の保健調査というものが昨年の6月から始まりました。でこちらの回答率というものが 21.5% だったわけです。今年の3月までに 21.5% ということなので、世論この福島の保健調査に関しての世論調査でこのようなアンケートは有用だったかどうかということに関して 51% の回答者が役に立たないと回答しているわけです。なぜ住民がそう言っているのかというのは、福島のそのようなアンケートが政治それから業界から独立していないからです。で、人々を防護しなければならない人は政治と切り離されてなければなりません。同じことが WHO に関しても言えます。我々は子どもの健康相談会というものをボランティア、それからお医者様などと一緒に行っています。でそこで、お母さんはみんな泣きながら話をします。彼女たちが言うには、その地元の医者に相談ができないというのです。彼女たちをどのように助けたらいいのでしょうか。政府の保健さんアンケートだけでは彼らを救うことができないわけです。 CRMS というのは子ども健康相談会議を引き続き行っています。
そして体内の被曝量をホールボディカウンターを作って測定しています。それから、ライフノートというものを配布して、体の状況などというものをこちらの方に記録するように促進しています。我々はサナトリウム、それから疫学的な案件が必要となってきます。我々の健康に関して我々自身で調査を行っています。これで学者やその他の我々の独自のネットワークを使ってこのような調査を行っております。我々は、よりたくさんの医師、それから専門家が必要です。皆様のアドバイスが必要です。どうぞ一緒になって我々を助けてください。で、子どもたちを放射能から守ってください。彼らの未来のため、そして皆様の未来のためによろしくお願いいたします。